はい、皆さんこんにちは。強み企業コーチの福恵美です。今日もよろしくお願いします。今日はですね、一人企業に 120% 必要な3つの重要項目ということで話していきたいと思います。これはですね、もう本当にどれか一つ欠けても絶対企業は成功したいなというものなんですけれども、まずですね、特にコンテンツビジネスの方はすごく大事になります。まず1個目、もう結論から言っちゃいますね。はい、まず結構よくそう悩み相談とかでよくあるんですけれども、企業の悩み相談で結構皆さん抜けてらっしゃるのが、そう、商品設計ですね。まあ、あとポジション、しかもこれ売れるポジションで、まあ、ここがそうですね、集客で、ここが見えますかね、まあ、セールス、本当にこの1つ目、2つ目、3つ目、これ全部大事になります。でも結構皆さんよくあるのが、資格取りましたと、協会で資格取りました、で何かこうお客様を絶対つかまなきゃいけないです、でとにかくインスタとかやります、で LINE アット増やします、でまたインスタやります、毎日何投稿もします、 Facebook もやります、アメブロもやりますっていう、まあ結構その目前の、まあ、集客ですね、ここに行きがちなんですけれども、そもそも集客で例えば10人集まったとしても、全く0人、1人も売れませんでしたってなる可能性は往々にしてあります。で実際そういうお話もたくさん聞いてます。でこれは何が悪いのかっていうと、集客をしてもあなたが売れるポジション、そもそも売れるポジションですねにいなかったとしたら、それはお客様は欲しいと思わない商品は絶対買わないわけですね。うん、で例えばしかもこのポジションっていうのもですね、自分が例えば私がコーチングとかで、まあ、ビジョンコーチングとかでもいいと思うんですけど、めっちゃビジョンコーチングやりたいです、まあ、楽しいんですけどね、やりたいって思ったとしても、じゃあそのあなたのビジョンを決めますっていうのに100万円払う人ってなかなかいないと思うんですよね。うん、でまあそれをずっと万年ビジョンコーチングでやっていると、例えば1回の単発のセッション1万円っていうのがですね、集客で10人集まってそのうちの3人が買ってくれたとしても、1万円のセッションが3人に売れただけなので3万円にしかならないですね、キャッシュが。でかつここですごい大事になってくるのは、またここでセールスですね。特に女性の場合は営業経験がないという方もいます。でかつ営業経験があったとしても、それは自分の会社の例えば携帯電話であったりとか生命保険であったりとか家電製品であったりとか、そういった自分の会社の名前、バックグラウンドがあるからこそ、なんか安心して売れるものだったらどれだけでも売れますっていう方はいるんですけれども、じゃあ自分自身のその無形物のコンテンツをちゃんとしっかり押し売りをせずにですね、ちゃんと伝えることができるかどうかっていうのは、これは本当に結構習わないと難しいかなっていうふうに私は思います。はい、むしろこうちゃんとうまくいってる人のものを一回デモンストレーションで見るだけでも全然違ってきます。で結構この一人企業しますってなった時に、じゃあ何か資格、何でもいいんですけども、何かの資格取りました、でがむしゃらに人集めます、手当たり次第周りの人に声かけますっていう、まあ、そこぐらいしかあまりこうできないと、予想がつかないってなった時に、やっぱりそもそも私は売れるポジションにいるんだろうかであったりとか、これを、ね、月30万円最低でも稼ぎたいって思ったら、1回1万円のセッションをじゃあ
1ヶ月で30人にずっとやり続ける、それのためには集客どれだけしなくちゃいけないんでしょうかっていう話にもなってくるので、トータルバランスで、商品設計と集客とセールスっていうのを全部ですね、これはまんべんなくどれが欠けても最終的にはうまくいかないので、全部トータルで見ていく必要があります。で、やっぱりこう、じゃあなんか頑張ろうって思ったら、じゃあ一生懸命アメブロの記事書こう、2個も3個もアメブロの記事書こうっていう風にずっと集客に走っていっても、それもやっぱり結びつかないですね。で、正しい集客、そして、売れるポジション、そして、一番最短で、売り込まない正しいセールスの方法っていうのをぜひ3つですね、よく考えて設計した方がいいかなと思います。もし、まあ、ここでですね、なんかちょっとわからないことあります。そもそも私の売りって何なんでしょうかであったりとか、集客がうまくいってませんとか、セールスがうまくいきませんとか、まあ、結構いろんなボトルネックがあります。それは一緒に話さないとわからないところだったりとかするので、もし自分がこれから起業したい、0から1で起業したいっていう風になって何か相談したいことがあればですね、YouTube の下に、LINE アット、福井美の LINE アットに登録するところがあります。で、 YouTube 見ました、相談したいですっていうように、ぜひメッセージいただければ、何かこうちょっとショートメッセージでも相談に応じたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただいて、で LINE アットの方に登録していただけたら嬉しいかなというふうに思います。ということで、今日3つ覚えましたかね、一人企業に必要な3つの重要項目ということで、商品設計、集客、セールスということでした。間違っても3つの重要な項目は、例えばね、ホームページ、インスタグラムで、資格とか、まあ、そういうものじゃないんですよね。ということで、ぜひ覚えていっていただけたらなというふうに思います。ということで、ありがとうございました。また会いましょう。